どうも、中島です。今日の動画はネット副業におすすめのパソコンと最適な選び方というテーマでお話をしていきます。今はブログとかアフリエイトとかライターみたいなネット副業を始める人がすごく増えています。ただ、そういう人の中にはどういうパソコンを選んだらいいか悩んでいる人も多いと思います。なので、今日は僕がおすすめするパソコンとパソコンの選び方を解説していきます。今日紹介するものは僕が実際に使っているものだけです。 使ったことないものでもパソコンのスペックとか商品情報を見ればある程度紹介はできますただキーボードの打ちやすさとかは実際に使ってみないと正直わからないです今日は使ったことのあるパソコンしか紹介しないので極端に限定されるんですがそこは許してくださいでは早速解説していきます Web 業界に転職したい阿部が Web 業界で働く中地に Web 業界のリアルな雰囲気を聞く TV です 最初に僕のパソコン歴をちょっとだけ紹介しておきます。僕がパソコンを仕事として使い始めたのは今から16年前です。 それまではパソコンほとんど使ったことない人でした。親が機械音痴でほとんどパソコンもしないような家だったので、パソコンは持ってなかったです。ただ僕はブログとかアフィリエイトを大学の頃に始めたので、そこからパソコンにハマっていきました。大学在学中には自作 PC も自分で組み立てました。自作 PC は CPU とかメモリーとかマザーボードとか筐体を自分で選んで組み立てるようなものです。 今は毎日仕事でパソコンを触っているし、自作 PC も組み立てたことがあるので、普通の人よりはパソコンについて詳しいと思います。僕は仕事の幅も広いので、すごくいろんな使い方をしています。ネットサーフィンとか、YouTube みたいなものももちろん見るし、ライティングとかプログラミングとか、あとはサイト制作とか Web デザインとか、動画編集とか、そういうこともします。僕は一人でいろいろやるからこそ、こんな作業にはこのパソコンがおすすめっていうのが話せると思います。いろいろな使い方をしているんですね。 僕が今メインで使っているパソコンは2つですね。iMac Pro と MacBook Pro っていうのを使っています。会社では iMac Pro。それ以外では MacBook Pro っていう使い分けです。iMac Pro は完全に仕事のために買いました。今まで買った中でも圧倒的に一番高いパソコンです。カスタマイズしたので1台で130万円以上しました。通常価格でも60万円ぐらいするパソコンです。 詳細は割愛するんですが、とんでもなくいいパソコンです。今は会社以外では MacBook Pro を使っています。MacBook Pro を使うまでは MacBook Air をずっと使っていました。仕事内容が変わって MacBook Air だとパワー不足を感じることが多くなりました。昔はライティング中心の仕事だったんですが、今は生配信とか動画編集、画像編集の仕事が増えました。MacBook Air だと仕事効率がすごく落ちるので MacBook Pro を購入しました。 MacBook Air は20万円くらいで購入したんですが、MacBook Pro はカスタマイズしたので50万円以上しました。かなり高価なパソコンですね。今紹介した通り、僕がかなりいいパソコンを使っているのが分かってもらえたと思います。会社では130万円する iMac Pro。それ以外では50万円の MacBook Pro を使っています。これ以上ないくらい高くて高スペックなパソコンも使っています。 個人的な価値観ですが、お金を出せるのであれば、なるべくいいものを選ぶべきだと思っています。特に仕事道具にはお金をかけるべきだと思っています。僕たちみたいな仕事は、パソコンを触っている時間がとにかく長いです。ほぼ毎日14時間前後パソコンを触っています。なので、パソコンの一つ一つの挙動が0.1秒早くなるだけで、長期的に考えれば膨大な時間が節約できます。安いパソコンを使っていて、頻繁にフリーズして、 それを待っている時間は本当に無駄です。だからできる限り最新で高スペックなパソコンを買う方がいいです。特にネット副業だと時間がないっていう人も多いはずです。なので1秒でも無駄にしないようにいいパソコンを使うことをお勧めします。安いパソコンは使わない方がいい。ただネット副業をやるのにそんなに高いパソコンが必要なわけではないです。動画編集以外の仕事であれば5万円以下のパソコンでも十分作業はできます。 ただ、お金をかけられるなら、いいパソコンを買うべきだと思っています。5万円以下の動作の遅いパソコンと、20万円以上する動作の早いパソコン。どっちを選ぶかといえば、僕なら絶対後者です。それはさっきも解説したんですが、長期的に見ると、膨大な時間が節約できるからです。ネット副業を始めたての人だと、他の人よりも知識とか経験がないことが多いです。その上、パソコンの性能まで劣っていたら、どんどん差を広げられてしまいます。 だから、差を詰められるところでは、少しでも差を詰めておくべきです。多少のお金を出して差を詰められるのであれば、僕だったら絶対にお金を出します。動画編集以外の用途で30万円以上もするパソコンは不要なんですが、ネット副業をするのであれば、10万円以下のパソコンっていうのは僕はお勧めしないです。本気で稼ぎたいならパソコンにこだわるネット副業はスマホでもできると聞いたことがあるかもしれません。 ただ、実際にはパソコンは必須だと思った方がいいです。実際やってみるとわかるんですが、スマホだけで全ての作業を完結させることは難しいです。パソコンに比べて作業効率も格段に落ちるし、できることも限られます。スマホだけで作業を完結させられるのは別にスタッフがいるような場合ですね。パソコンでやる作業を別のスタッフに任せることができるのであれば、自分はスマホだけでも OK です。ただ、ほとんどの場合、そんなスタッフはいないと思うので、パソコンを使うことは必須だと思ってください。 パソコンを買うときに悩むのは Windows か Mac のどちらにするか。個人的には迷うくらいなら Windows を選んでおく方がいいと思います。基本的に Windows でも Mac でもできることに大差はないです。どちらでもネット副業に必要なことは全部できます。両者で大きく違うのは操作性などの使い勝手の部分です。さっきも紹介した通り僕は普段 Mac を使っています。それはキーボードが打ちやすかったり iPhone との連携がすごく便利だからです。 それに Mac をカフェなどで使っているとかっこいい気がするっていうメリットもあります。個人的には慣れてしまえば Mac の方が便利なことが多いと思うんですが、最初は戸惑う人も多いんじゃないかなと思います。例えば Windows と Mac の間でファイルをやり取りすると文字化けが発生します。その理由は文字コードが違うからです。だから Mac から Windows にファイルを送信するひときは一手間加える必要があります。 当然、ネットで検索をすれば解決策はいくらでも出てくるんですが、パソコンが苦手な人だとそういうことも難しいかもしれません。それなら素直に Windows を使っておく方が後々のトラブルも少ないです。パソコンは使用用途で選びましょう。 例えば動画編集をしたいのであれば動画編集できるパソコンじゃないと意味がないです。逆に動画編集しないのに動画編集できるような高いパソコンを買っても無駄です。ネット副業を目的にパソコンを買うのであればざっくり3つの使用用途で分けると考えやすいと思います。まず一つ目がライティングとプログラミング。2つ目がサイト制作と画像編集。3つ目が動画編集。この3つのどれをするかで判断すれば OK です。 ライティングとかプログラミングをするぐらいであれば今時のパソコンなら基本的に何を選んでも問題ないです。プログラミングも実質ライティングと作業的には何も変わりません。画面の大きさは13インチ以上をお勧めします。できれば15インチの画面の方が作業しやすいと思います。ただ本当に文字を打ったりするぐらいであれば13インチの画面でも問題ないです。ただ11インチ以下の画面サイズはやめた方がいいです。作業効率もすごく落ちるしストレスを感じる場面が多くなるはずです。 ライティングとかプログラミングメインであれば10万円以下の低価格帯のパソコンを選んでも OK ですそのパソコンで当然ネットサーフィンとか YouTube も見れますライティングなら低価格パソコンでも OK 次にサイト制作とか画像編集なんですが ライティングとかと比べると作業的に重たいものが出てきます。特に Photoshop みたいな Adobe 製品を使いたいのであれば低価格帯のパソコンだと厳しいこともあります。そういうものを10万円以下のパソコンでやってしまうとストレスを感じる場面も多くなります。ただ10万円以下のパソコンでそういう作業が全くできないわけではないです。作業中にフリーズしてしまうと時間が無駄になるのでスペックにはある程度余裕を持たせる方がいいです。サイト制作とかをするのであれば画面サイズは15インチ以上が必須です。 こういう作業をしたいのであれば10万円から20万円ぐらいの中価格帯のパソコンを選びましょう。10万円か20万円かは予算に合わせて決めれば OK です。サイト制作・画像編集なら中価格帯パソコン動画編集はその他の作業に比べて圧倒的に処理が重たいです。10万円以下のパソコンだと動画編集ソフトがほとんど動かないことも多いです。 20万円前後のパソコンでも動画編集はできるんですがストレスを感じることも多いはずです。フリーズしたりソフトが強制終了したりすることが頻繁に起こる可能性もあります。実際僕も20万円弱ぐらいのパソコンを使って動画編集をした時に錯覚してすごくストレスを感じた経験があります。動画編集をするのであれば画面サイズが15インチぐらいでもかなりストレスを感じると思います。動画編集をする場合はノートパソコンの画面ではなくディスプレイを別につないで27インチぐらいで作業する方がやりやすい 安いですもし動画編集をしたいのであれば30万円以上する高価格帯のパソコンを選ぶことをお勧めします動画編集するなら30万円以上パソコン選びでは持ち運びするかどうかもすごく重要な要素ですもし全く持ち運びをしないのであればデスクトップを買う方がいいですデスクトップの方がノートパソコンに比べて低価格で高スペックなものが手に入りますただデスクトップを買ってしまうと家の中での持ち運びもできなくなりますなので 持ち運びがどうなるかわからないのであればノートパソコンを選んでおく方が無難です。特にネット副業だと打ち合わせとか作業会で外でパソコンを使うことも多いです。他にも気分転換でカフェに行ったりとかコワーキングスペースに行って作業することもあります。なんだかんだでノートパソコンが必要になる場面もあるのでノートパソコンを買う方が無難だと思います。 ここからは僕がおすすめするパソコンも紹介します。紹介するのは実際に使ったことがあるパソコンだけです。なので紹介するものはどれを選んでも間違いないです。Mac であれば MacBook Air をお勧めします。 今の MacBook Pro を使うまではずっと MacBook Air を何年も使っていました。薄さ、軽さ、キーボードの打ちやすさ、操作性、どれをとっても最高です。これが10万円くらいで買えるのは本当に驚きです。最高にコスパのいいパソコンだと思っています。重たい画像編集とか動画編集をしないのであれば、個人的には MacBook Air 一択です。画像編集もたまにやるくらいであれば全く問題ないです。ただ、MacBook Air も10万円くらいします。もし5万円以下のパソコンを知りたい人は、僕が一緒に会社をやっている人手さんが、 5万円以下のおすすめパソコンを紹介してくれているので、そっちの動画を見てください。Windows であれば、Microsoft の Surface Laptop 3をおすすめします。Surface って言えば、タブレットのイメージ強いんですが、これはノートパソコンです。画面とキーボードが一体になっていて、取り外しとかはできません。Surface Laptop はキーボードも打ちやすいです。Windows パソコンだと、キーボードが打ちにくいものも結構あるので、注意をしてください。このパソコンは、画面がタッチパネルになってるのも何気に便利です。 クリックするのが面倒な時に画面をタッチするとクリックができます。実際今の僕も仕事で Windows を使わなければいけない時はこの Surface ラップトップを使っています。もし Mac であれば低価格帯でも紹介した MacBook Air をカスタマイズして使うのがおすすめです。MacBook Air を買う時に CPU とかメモリーをカスタマイズできるんですがそういうことをしていくと17万円前後になります。 動画編集をするのであれば MacBook Pro をお勧めします。人気 YouTuber でも MacBook Pro を使っている人が多いです。これは25万円くらいから買えるんですが、できればカスタマイズしてスペックを上げる方がいいです。それはせっかく高いパソコンを買うのでストレスを感じたくないからです。CPU とメモリーを引き上げると40万円くらいになります。 このお金が出せるのであれば絶対にカスタマイズした方がいいです。もし持ち運ばないっていう前提であれば iMac もおすすめです。僕は今の MacBook Pro を使うまでは自宅では iMac をずっと使っていました。MacBook Pro より高性能なものが安く手に入ります。今日はパソコンの選び方とおすすめのパソコンも紹介しました。僕は会社では130万円する iMac Pro。それ以外では50万円の MacBook Pro を使っています。 個人的な価値観ですが、お金をかけられるなら、なるべくいいものを選ぶべきだと思っています。それは長期的な視点で見ると、膨大な時間を節約できるからです。ネット副業をするのであれば、パソコンは必須です。スマホだと作業効率も格段に落ちるので、スマホでやろうとしないでください。パソコンが苦手な人は、Mac ではなく Windows を使うことをお勧めします。パソコンは、使用用途で選びましょう。使用用途は3つに分けて考えると考えやすいです。1つ目が、ライティングとプログラミング。 二つ目がサイト制作と画像編集。三つ目が動画編集です。どういう作業をメインにするかでパソコンを決めます。ライティングとかプログラミングをするくらいであれば最近のパソコンなら何を選んでも基本的には問題ないです。こういう作業であれば10万円以下の低価格帯のパソコンを選んでも OK です。画面の大きさは13インチ以上をお勧めします。サイト制作とか画像編集はライティングよりも重たい作業が出てきます。なのでこの場合は10万円から20万円くらいの中価格帯のパソコンを選びましょう。画面サイズも15インチ以上がおすめです。 動画編集は作業の中でも圧倒的に重たい作業になります。10万円以下のパソコンだと動画編集ソフトがほとんど動かないことも多いです。なので動画編集したいのであれば30万円以上する高価格帯のパソコンを選ぶことをお勧めします。低価格帯でおすすめのパソコンは MacBook Air です。薄さ、軽さ、キーボードの打ちやすさ、操作性、どれをとっても最高です。本当に最高にコスパがいいパソコンだと思います。中価格帯のパソコンとしては Windows なら Microsoft Surface Laptop 3をお勧めします。 これは僕も Windows で作業するときには使っているパソコンです。Mac であれば低価格帯でも紹介した MacBook Air をカスタマイズして使うのがおすすめです。 高価格帯のパソコンとしては MacBook Pro をお勧すすめします。25万円から買えるんですが、できればカスタマイズしたものを買う方がいいです。今回は主観的なおすすめパソコンを紹介しました。おすすめする客観的な根拠は全くなく、完全に僕の好みで選んでいます。ただ、実際に僕が使っているものなので、どれも間違いなくおすすめできるパソコンです。この YouTube もブログも Web サービスも今回紹介したパソコンで作っています。もしパソコン選びで迷ったら今日の動画を参考にしてください。では今日の解説は以上です。 今日のアベメモです。パソコンは使用用途で選ぶ。ライティング、プログラミングなら10万円以下でも OK。サイト制作、画像編集なら10万から20万円。動画編集なら30万円くらい。仕事道具のパソコンにはお金をかけるべき。最後までご視聴いただきありがとうございました。 今回の動画が参考になったと思っていただけたらコメント・高評価いただけると嬉しいです。この動画に関する質問はコメント欄で受け付けているのでお気軽にコメントしてください。コメントは参考になったのような一言のものでもすごく嬉しいです。このチャンネルでは IT 業界の最新動向を発信しているのでぜひチャンネル登録してください。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。